リンゴのフリッター、マレーシアの屋台で売られるヤムイモと、サツマイモのフリッターフリッターフリッド、洋風天ぷら、洋天は、油で揚げて作る料理の一種。フリトーと呼ぶ場合もある。英語のフリッターという言葉は、ラテン語で揚げ物を意味するフリクチャラが語源であり、このことから揚げ物料理をも指す。イギリスやアメリカ合衆国の料理として、 魚のフライなどと共に作って供されることが多い。マレーシアなどの東南アジアでも、イモ類などのフリッターを揚げる屋台が多数見られる。具は、リンゴ、バナナ、パイナップルなどのフルーツや、トウモロコシなどの甘い穀物、魚介類や野菜、ウインナーなど多岐にわたる。小麦粉の衣に牛乳などを加えて甘めに仕上げたものもあり、これは衣がふんわりしている。 砂糖を衣に加えることもあり、この場合和菓子に近くなる。ベーキングパウダーで膨張させたり、シナモンなどの香辛料で香りをつけることもある。揚げ油として、バターを使うと、風味が強くなる。また、卵白を使用することがあるが、この場合は、スポンジケーキと同じ原理で、メレンゲの気泡性により、ふんわりと仕上がる。油で揚げるドーナツと調理法が似ており、それは、 ベーキングパウダーを使用して膨らませるが、これは、主材料が小麦粉であるため、小麦粉の料理である。泡立てた卵に粉類を混ぜ合わせて牛乳などの水分で伸ばし、下処理した食材を潜らせて、摂氏160度から摂氏180度の油で揚げるなど、調理方法は様々である。様々なフリッターが存在する。ありがとうございます。